第14号苦戦艇は、日本海軍の特務艇、苦戦艇。第13号型苦戦艇の2番艇。太平洋戦争の終戦直前に被爆して、行動不能となり、戦後解体された。丸四計画の特務艇、第180号艦型の2番艇、歌唱艦名第181号艦として計画。1940年6月6日、玉造戦所で、 建造番号295番線として帰港。11月5日、第14号区選定と命名され、特務定第13号型区選定の2番定に定められる。11月15日、特務定類別等級と官邸類別等級の改正により特務定の区選定から官邸の区選定となり、第13号型区選定の2番定に定められる。十一月十九日、 浸水。1四十一年二月十四日、偽装院事務所を玉海軍監督官事務所内に設置し事務を開始。1四十一年三月三十一日、春行し、偽装院事務所を撤去。本席を横須賀鎮守府に、駅務を横須賀鎮守府警備県練習区選定にそれぞれ定められ、横須賀防備船体霊に新編された第二区船体に、 第13号区選定や第15号区選定と共に編入。軍隊区分に横須賀陳守府海面防備部隊に配置。以後、6月30日まで東京湾口の防備と訓練に従事。4月15日と16日の両日、第2区選隊司令区選定を一時第15号区選定から本体にそれぞれ変更し、当日中にそれぞれ第15号区選定へ復帰。 7月1日、第2区戦隊の確定は役務を横須賀陳府警備区選定に定められ、第2区戦隊は大港横行部に編入、軍隊区分時期卒部隊に配置、同日横須賀発、4日大港期、9月19日まで訓練に従0時、9月20日、第2区戦隊は第3艦隊第1根拠地帯に編入、21日、 大港発。22日、横須賀期。以後11月25日まで内地で諸訓練に従事十10月30日、佐世保へ開港。11月26日、マコーへ進出するため、寺島水道を出撃。太平洋戦争の開戦時は、フィリピン攻略に従事、一九1941年12月10日から12日まで、アパリ沖で行動し、 14日、高尾駅頭18日、ルソン島東部のラモン湾上陸部隊に合同し、高尾を出撃。24日から28日まで、ラモン湾で行動。28日、ライン作戦参加のためラバオへ向け、ラモン湾発。1942年1月1日から6日まで、ラバオで行動。6日から9日までは、マララグ湾で行動し、 9日から13日にかけて、ダバオ沖で、対戦相当に10時。13日、バンカ島へ向けダバオ発。15日から22日まで、バンカ島で行動。22日、ケンダリ攻略に参加するためバンカ島発。24日から27日まで、ケンダリ攻略に10時。29日、バンカ島に帰島。2月3日、ケンダリへ開港。 5日から6日にかけて、剣ダリで行動。6日、マカッサル攻略のため剣ダリ発。9日から16日まで、マカッサル攻略に10時。16日、バリックパパンへ開港。18日から20日までバリックパパンで行動。20日、マカッサルへ開港。22日から23日までマカッサルで行動。23日、バリ島へ開港。 25日からバリ島で行動。3月10日、第2区戦隊は第2、南図解艦隊第21特別根拠地帯に編入。バタビアを拠点として、船団護衛に従事。1942年5月1日、第2区戦隊の3隻は駅務を横須賀陳寿府警備区戦艇に定められ、第2区戦隊は横須賀防備戦隊に編入。 軍隊区分東京湾方面部隊第1、相当攻撃隊第2小隊に配置。同日、バタビアからスラバヤへ開港する陸軍戦団をバタビア水路北口から護衛。その後、スラバヤを出港した第15号区船艇と合同し、内地チへ開港のため高尾へ向かう。15日、第2区船隊が解体され、元第2区船隊の3隻は、 横須賀防備戦隊に編入。21日、元第2区戦隊の3隻は、第13号区戦艇長の指揮により、内地へ向けた顔発。28日、特設区戦艇構成丸の共同を受け、横須賀に入港。29日、横須賀防備戦隊司令官の巡視を受ける。30日、第1相当攻撃隊、第1小隊の特務艇浮島。 道佐島と合同のため横須賀を出撃し、稲取沖の合同海面へ向かう。合同後は、伊豆大島西方海面で、対戦相当を実施。同日、三駒と島沖で、爆雷戦を実施。1942年6月29日、立山湾に停泊する、第14号区船艇と、第13号区船艇6月3日、昇空を徹して、伊東に開港。四日、 一旦浦賀に寄祷して補給を行う。五日、羽生公へ進出のため浦賀を出撃。同校を拠点として、7日から第15号区選定と交代で、伊豆大島新島間、伊豆大島野島間の紹介と、対戦相当に従事。9日、昇空を徹して、浦賀へ開港し、東京湾内の紹介に従事。12日、相模灘で行動中の浮島との合同。を。 命じられたが、出撃はせず、28日まで、横須賀海軍交渉で整備と入居修理を実施。28日、修理完了し、伊豆大島沖で行動中の、第13号区選定と行動のため横須賀発。29日、第13号区選定との洋上での行動を、中止して、伊豆大島自治が先沖を通過する、ブラジルガンの護衛に従事し、ブラジルガンの護衛後は、 立山へ開港。同日、立山を出撃して野島崎東大沖へ向かい、三十日から第二水雷戦隊の影浪区畜艦長指揮下で対戦相当に十時。七月一日、野島崎東大沖での相当を中止し、立山へ開港。立山で渓泊の後下田へ開港。以後、下田沖地として、第十三号区選定や第十五号区選定と交代しつつ、 伊豆大島付近の小区で行動する。1942年7月20日、本帝、第13号区選定、第15号区選定の3隻は、第5艦隊霊下に新編された第5区選隊に、編入。27日、東京湾で行動。29日、キスカ島へ進出のため横須賀発。8月1日、釧路に寄港。2日、釧路発。5日、 占い森島に寄港。7日、キスカ島へ向け占い森島発11日、キスカ島期。15日まで、キスカ湾で警戒に従事。15日、第14号区選定とともに、アッツ島へ向け、キスカ湾発16日から27日まで、アッツ島で警戒に従事し、28日、キスカ湾に帰島以後、キスカ島アッツ島間を移動しつつ、 警戒に十字。十月十日、キスカ湾で警泊中に、アメリカ陸軍機の空襲を受け、機銃装車により、カヤマック船艇長らが戦死した。十一日、第五区船隊は、バラムシルへ開港のためキスカ島発。十五日、バラムシル機。二十三日、本艇は、横須賀で、修理のためバラムシル発。二十七日、釧路に寄港。三十日、長浦機。 横須賀海軍交渉で復旧修理を行う。1942年11月20日、第2国船隊の3隻は駅務を横須賀陳守府警備区船体に定められ、第2国船隊は横須賀防備船隊に編入、軍隊区分直接護衛部隊に配置。12月9日、第2国船隊確定は横須賀防備船隊司令官の巡視を受ける。 1942年12月24日、第5戦船が解体され、横須賀防備船隊に編入。本艇は、軍隊区分直接護衛部隊から除かれ、軍隊区分伊勢湾部隊に配置。復旧修理は12月下旬から1943年1月上旬までの間に終了。1943年1月1日。 軍隊区分伊勢湾部隊海上部隊直卒部隊に配置。13日、戸ばへの開港を兼ねて7113バイト船団を護衛して長浦発。14日、沖風が撃沈された際に東京湾部隊に協力して勝浦東大沖で対戦相当に従事。15日、紀伊水道入り口で船団から分離して戸ばへ開港し、16日、戸ばき。 17日、軍隊区分熊野灘部隊の対戦相当に協力するため賭場を出撃し、駆けつか東大沖から大王先沖で行動する。19日、大王先沖で爆雷戦を2回実施。2月2日、午前崎東大沖で陸軍戦伏見丸がひかみなりしたため、担当証拠を徹して、お前崎沖石巻山沖馬き隊の外側で対戦相当に従事。 20日、大戦沖でひかみなりし、高校不能となった、特設法官吉田丸の救難に、特設捕獲猛廷歌手丸と共に向かう。21日、吉田丸と同艦を栄光する鹿手丸、特設不設帝高千穂丸を護衛して、名古屋へ向かう。同日、吉田丸の栄光に、裏返開校中だった三運が加わり、本帝は22日に、 吉田丸の護衛を解かれて小区に移動し、大戦相当に、10時3月2日、お前崎で座礁した、海軍徴用船、犬居幸丸を救難するため現場へ向かうが、犬居幸丸は、自力で離章に成功したため小区へ復帰する。4月6日、高千穂丸と共同して、大戦沖の不流機雷の処分に従事。10日、採行7410戦団を、 お前崎沖潮の岬沖艦で護衛し、護衛後鳥羽に帰島。15日、軍隊区分伊勢湾部隊から除かれ、軍隊区分北三陸部隊に配置。同日、横須賀へ開港のためと場発。5月1日、第5艦隊付属に編入。軍隊区分区選定隊に配置され、千島方面特別根拠地帯司令官の指揮下で行動。日から日まで、 アッツ島へ向かう第一水雷戦隊のバラムシル執行をバラムシル海峡北口で警戒。30日、第一水雷戦隊の片岡湾紀島をバラムシル海峡北口で警戒。同日、占い主災難法で対戦相当を実施。6月11日、広漁業酒けまする応募船神武丸がバラムシル島かぐま別でひかみなりしたため、本邸は響きや、 第15号区選定とともに、対戦相当を実施。15日、駅務を、横須賀鎮守府警備区選定に定められ、大港警備府に編入。軍隊区分千島方面防備部隊付属部隊に配置。18日、兵力部署バラムシル方面交渉区東側隊に、配置。1943年6月20日、横須賀鎮守府作戦指揮下に編入。21日、 バラムシル海峡で対戦相当を実施。横須賀開港後は、父島やサイパン方面の護衛に従事。1944年3月からは、軍隊区分熊野灘部隊にあって、尾汗を基地として、戦団護衛、対戦相当に従事。1944年5月20日、横須賀陳述令下に新編された第三海上、護衛隊に編入。 軍隊区分熊野灘部隊に配置。21日から22日、おわせ初作戦行動をはせき。24日から25日、おわせ初作戦行動をはせき。27日から28日、おわせ初作戦行動をはせき。30日から6月8日、おわせ初作戦行動朝か丸特別護衛おわせき。6月13日から14日。 おわせ初五国丸特別護衛おわせき。17日から18日、おわせ初作戦行動おわせき。21日から25日、おわせ初作戦行動、イラゴー期待戦相当おわせき。26日から27日、おわせ初作戦行動おわせき。29日から7月4日、おわせ初ア丸特別護衛作戦行動、おわせき。月五日から九日、 おわせ初作戦行動をはせき。10日から15日、おわせ初作戦行動をはせき。17日から19日、おわせ初の白丸特別護衛作戦行動をはせき。21日、おわせ初作戦行動をはせき。23日から24日、おわせ初作戦行動をはせき。26日から27日、おわせ初作戦行動をはせき。 29日から8月4日、尾和瀬初作戦行動を三木崎沖対戦相当、尾和瀬木。8月7日から8日、尾和瀬初作戦行動を和瀬木。10日から11日、尾和瀬初作戦行動を三木崎沖対戦相当、尾和瀬木。12日から15日、尾和瀬初作戦行動箱崎丸特別護衛、尾和瀬木。15日から16日、 おわせ初作戦行動をはせき。18日から19日、おわせ初作戦行動をはせき。20日から26日、おわせ初から舵取り先を期待戦相三木崎を期待戦ん相作戦行動をはせき。28日から29日、おわせ初作戦行動をはせき。29日から31日、おわせ初作戦行動をはせき。 9月3日から5日、大和瀬初新宮沖対戦争統、かじ取り崎沖対戦争統をあせき。8日から9日、大和瀬初作戦行動をあせき。10日、大和瀬初ドイツ戦期統合特別護衛をあせき。11日から12日、大和瀬初作戦行動をあせき。14日から15日、大和瀬初作戦行動をあせき。16日から17日、 おわせ初箱崎丸特別護衛いおわせ18日、おわせ初作戦行動おわせ19日、おわせ初作戦行動おわせ20日から21日、おわせ初作戦行動おわせ24日から25日、おわせ初作戦行動おわせ26日から27日、おわせ初作戦行動おわせ28日、 おわせ初作戦行動をはせき。29日から30日、おわせ初作戦行動をはせき。10月3日から5日、おわせ初マイナス大高島る特別護衛をはせき。6日から8日、おわせ初作戦行動をはせき。10日から11日、おわせ初作戦行動をはせき。12日、おわせ初作戦行動をはせき。13日から14日、 おわせ初作戦行動は席。16日から18日、おわせ初作戦行動は席。19日から20日、おわせ初人通川丸特別護衛をは席。21日から23日、おわせ初作戦行動は席。25日から26日、おわせ初作戦行動は席。28日から29日、 おわせ初マイナス7027戦乱特別後へ、おわせ期。30日から31日、おわせ初作戦行動をはせ期。11月3日から4日、おわせ初作戦行動をはせ期。7日から8日、おわせ初作戦行動をはせ期。10日から11日、おわせ初作戦行動をはせ期。12日、おわせ初作戦行動をはせ 13日から14日、おわせ初作戦行動をはせき。16日から17日、おわせ初作戦行動をはせき。20日、おわせ初作戦行動をはせき。22日から23日、おわせ初作戦行動をはせき。25日から26日、おわせ初作戦行動をはせき。29日から30日、おわせ初潮の三崎沖の航空母艦救難。 お和せき。1945年1月4日から5日、お和せ初作戦行動は和き。7日、横浜へ開港。8日から3月18日まで、横浜選挙で入居修理を実施。3月18日から23日、横浜初から開港を和せ二25日から26日、お和せ初作戦行動はせ二27日から28日、 おわせ発作戦行動をはせき。30日から31日、おわせ発作戦行動をはせき。4月1日から2日、おわせ発作戦行動をはせき。7日から8日、おわせ発作戦行動をはせき。11日、おわせ発作戦行動をはせき。12日から13日、おわせ発作戦行動をはせき。1日、第三回上護衛隊は、 第4特攻戦隊に改編。7月28日、大汗でアメリカ艦上機の空襲を受け被爆し、格座した。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍された。1947年2月1日、行動不能官邸に定められる。11月22日、在東京アメリカ極東海軍司令部から、日本政府による本邸の使用が許可された。 1948年、東海サルベージュにより付与され、解体された。見延べ胸主義予備中意、1941年2月10日から1941年3月31日、見延べ胸主義予備中意、予備退位、1941年3月31日から1942年7月18日、か山達夫つおよび退位、 1942年7月18日から1942年10月10日、戦死、同日付任海軍予備少佐、谷内博士予備隊員、隊員、1942年10月13日から1943年7月30日、坂本正信隊員、1943年7月30日から1944年10月25日、小林吉也隊員、 1944年10月25日から1945年7月20日、坂巻平一退位。1945年7月20日から1945年9月1日、本来の定名表記は第14国選定。以上、10月11日から30日までの行動は、第5艦隊戦時日誌による。本艇の修理終了後の飛ばへの開港予定を、 問い合わせる伝聞が、昭和17年12月24日付で、伊勢湾部大指揮官から第14号、苦戦定長宛に発信されている。貧困丸、玉器丸、西南丸、甘い子丸、江原丸、長湯丸、鈴蘭丸、正友丸。重院召集を解除されたことに伴う、自動会食。ありがとうございます。